はいどうもハビデンスワークのハビデンスです。今回ソーティー攻略の様子やっていきたいと思います。テラマンダルというね武器を使って戦っております。この武器ね、俺すっごい好きで、見た目も SE もね、さることながら、まあ、結構使ってて、フォーマーも今6個目ですかね。ガルバナイズドの、モッドが来たので、まあ、その影響でフォーマーをまた刺したっていう感じなんですけれども、今回はこの武器をね、どういう武器なのか、で、どんなことができるのかっていうのをね、どんな性能なのかっていう話をね、ちょっとしていこうと思います。ただ、この手の武器ね、結構ライバルが多いんですよ。例えば、スプラバンダルとかもそうですけれども、まあでもね、デラバンダルが好きなんだみたいな、俺みたいなタイプもいると思うので、まあこいつの魅力をね、伝えられるように話していこうかなと思うんですけれども、まあこれね、ちょっと今打ってて分かる通り、あんまりクリティカル発生してなくてダメージが通ってると思うんですよね。っていうのも、こいつクリ率確か 8% ぐらいしかなくて、クリ倍率も低いんですけれども、状態異常確率が結構高い武器だったりするので、まあ今回はね、氷と、炎を入れて爆発、で、電気と、毒で腐食、まあグリニア系のね、グリニアの相手にしてるので、腐食を入れてね、戦ってるって感じなんですけれども、まあそのおかげでね、結構ちゃんと状態異常確率も発生して敵の弱点属性にアプローチしながらなので、まあきちんとこのソーティー攻略のちょっとね、レベルがそこそこ高い連中にもきちんと通用しているという感じなんですよね。で、さらにはね、プライマリーマーシュレスとかも入っているので、まあそのおかげでさらに火力も上げられるという感じです。で、こいつ結構セーブ 100% っていう武器なので、まあ局所的にね、一直線に飛んでいく感じなんですよ。ほぼほぼ。まあなので、その分、展開戦がね、ちょっと苦労する。こうバラバラバラって、こう、敵が散らばっていると敵が倒しづらい、処理しづらいみたいな印象もあるんですけれども、俺ちょっとそのために敵が隠れてたりした時もまあ攻撃できるようにみたいな感じで、貫通距離を上げて発射速度を多少上げてます。うん。ただこの発射速度を上げすぎると今度すぐリロードが来ちゃって、まあ逆に使いづらくなってしまうんですよね。まあなのでそことの兼ね合いが結構難しい感じなんですけれども、まあきちんとねダメージは取れるので、その自分の使いやすいようにバランス調整をしてね、使うことでこうやって敵が大群でいても、まあ、レベナントを使いながらね、あと、すぐにリロードしないように今回はエナージャイドミューテーションのアビリティを使っているので、まあ、強力な弾幕をねこう狙ったところにきちんと敵を倒すまで浴びせることができるっていう使い方をしてたりしますね。うん。まあね、でもやっぱりね、その弾薬面とかっていうのをこいつ一丁でどうこうしようかしようとすると、弾薬面とか弾切れとかねなんかそういうのも結構抱えてたりするので、なかなか運用が中級向けというか、なぜこいつであえて戦うんだみたいな声もあるのはすごいよくわかるんですよね。ただなんか好きなんだみたいな、俺みたいなタイプは絶対いると思うので、そう。ただね、今回のやっぱりね、属性攻撃耐性とかソーティーミッションのね、これ言っちゃうと、属性のダメージでこう敵を倒すみたいなアプローチの仕方なので、属性攻撃耐性にめっぽう弱いなっていうのはやっぱり感じますね。まあ当然じゃ当然なんだけど、ヘビーガンナーとかもやっぱ倒せないので、まあそんな時にはね、まあ属性攻撃耐性っていうのは、ソーティーでの話ですけれども、まあ鋼とかで使いたいのであれば、もう火力バフとか、まあそういうのを一緒に使うのは前提なのかなっていう感じはしますね。まあ鋼とかでね、あえて AOE のない武器を持っていくっていうのも結構挑戦的な感じもしますけれども、あえて使うならそういう感じかなと思いますね。ただやっぱりね、ライノとかあとヘルミンスでね、火力バフを上げ、つけてみたいな使い方でもちゃんと火力が伸びたりするので、属性攻撃耐性の敵にね、でさらにこうやってグリニア勢とかバーっていてもきちんと処理できる、そう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 、だからまあそういう意味ではね、非常に強力な武器の一つって言ってもいいんじゃないかなと思いますね。こう競合してる他の武器が強すぎちゃうだけで、デラバンダル単体では全然弱い武器じゃなかったりするので、安心してね、好きな人は使い続けることができるというふうに俺は思いますね。はい。まあレベナントに関してはね、エナージャイドミューテーションつけてね、まあ多少これあるとね、本当にリロードまでの時間を稼げるので超強力になりますね。まあ今回のデラバンダルに関してはこんな感じです。また改めてね、ちょっとビルド紹介動画なんかも作りたいなとこいつも思っているので、まあどんどんとね、ビルド紹介動画もね増やしていきたいなと思っております。はい、そんな感じです。プライマリーデクスタリティも面白いかもしれないね。ハビネスダークのハビネスでした。ご視聴ありがとうございます。こちら画面にある通りね、まだまだ動画たくさんあります。そして今後もどんどん増えていきますので、ぜひチャンネル登録やコメントで応援していただけると嬉しい限りです。またお会いしましょう。バイバイ。